小賀さんご自身のこの「人生哲学」についてもぜひ、はい、伺いたいんですがなるほど、はい、あの若い方々特に学生であるところは、はい、若手社会人の方と向き合う時間、えー、結構私長いんですね、はい、具体的なそういうんでしょうか学びの場みたいなのも作ってますので,、はいはい、でそういう時に私の「人生哲学」をそこに少し投影させてもらってるんですが一つは。 そういうい難しいこの社会にあっても自分の見解を持とうということは自分自身にも言い聞かせていますでその2つ目はその見解を謙虚かつ勇敢に発信しようこの謙虚かつ勇敢というのがポイントでして。うん 絶対解がないわけですから自分は分かったと断定することは私はどちらかというと、うん、控えたいと思っていて、はい、ただし勇敢に自分は今これを大切に思っている、うん、もしくはこれを強く信じているということは勇敢に言いましょう、うんはい、そういう意味で謙虚かつい勇敢に発信自分の見解を発信しよう。まあ、基本的なととところとしては、はい、人間というものが、うん 謙虚であってほしいと思っているこれがベースなんですねあのいろんな技術革新というところで人間のポテンシャルはやっぱり高いとは思ってますので、はいえー、そこを否定してるわけではなくて、うん、えとはいえ、うん、とはいえこの世界の中でまだまだ数十億年のこの地球の歴史からすると人類の歴史は浅いわけですし、うんうん、人間が全てを掌握して何かを掴んだということには ななないと私は捉えている立場なんですね、うんうん、なのでそういう意味でどんなに技術が発展しようとも人間が絶対解これが絶対正解だっていうところは永遠に持ち得ないぐらいのスタンスでいるのでそういう意味で謙虚さを忘れないでいでましょうねこれが私の中のベースにありますなるほど 1>, 1番目が自分の見解をもとう 2>,、はい、2番目が謙虚かつ勇敢に自分の見解を発信しよう。はい、で3つ目がありまして、はい 隣の人は自分と違う見解を持っていることを許容しよう、うん、この姿勢を大事にしたいと思ってます、うんえー、自分に見解があるように隣の人にはもっと大きく言えば隣の国の人には違う見解があるわけです、うんうん、そのことを迎合しろとは言わないし、はい、無理やり共感しろとも言いません、うん、ただし、うん、受け止めましょうと、うん、そこからまたキャッチボール許容,許容をしようというような えー、それが私自身の基本姿勢でしょをねあのそれこそ強く学生たちに強要することなく、うんえー、私はこういうスタンスを大事にしている、うん、ということを披露しながらや,あのやってますね<ー>、はい、自分の見解を持て謙虚かつ勇敢に発信しよう、はいはい、そして隣の人は別の見解があることを許容しよう,、はいうね、この3つ。 まさに今ののの多様性の社会を投影しているかのようなうなななそででですすねね謙虚だけもんやっぱり勇気を持って自分の意見というのは伝えないといけない、うん、でその言語化も意外と最近の若い人たちはどっかで止めてしまう可能性があるので嫌われるなって言って変に顔色だけ浮かばってるようではダメで、うん、ただし自分が「俺正解分かったもんね」っていうのはな ちょっとこれは私はあおごりだと思っているので、うん、いやこれ自分はこれが大好きだ、うん、これを信じている、うん、こういう表現の仕方で謙虚さがありながらもちゃんと勇敢に伝える,るこの姿勢がすすごく大事だと思ってますね私たちはこのコンテンツをですねこれから100年後願わくば1,000、うん、年後の未来まで えー、インターネットに載せ届けていきたいと思ってます。はい、そういう意味でですね、こう時代をまたぐような、うん、その将来の百年後千年後の日本人が聞いた時も、うん、なお生きているようなですね、うん、何かそういう普遍的なメッセージを最後メッセージとしていただきたいと思っております、うん。どの時代になっても人間というものがやはり謙虚であってほしいと思ってます。その時に我々が包み込まれている生かされているこの自然の摂理というものに。 どれぐらい寄り添えていますか？っていうものを少しお尋ねしたいでしょうかね。100年後の？自分たちの子孫に対して自然の摂理にどれぐらい身を寄せてますか？寄り添えてますか？技術革新は大いに進んでいるでしょう。えー、しかし、本当に我々が包み込まれている。この摂理っていうものちゃんとそれを感じ取れてますか。か それをお伝えしたいでしょうかねもう少しその心を深く解説いただくとするとあのやはりこれは宗教によらずっていうことだと思うんですねえ、うんうん、宗教はそれぞれで信じていらっしゃるものがあると思いますそれから技術っていうものは常に革新していくし進歩していく、はい、ということでしょう、はい、ただし、えー、ややもすると私はこれは人類が 行き急いでちょっと自殺行為というと言葉が過ぎますが短命に終わる活動をだんだん自分たちの寿命に近づけていっているようなことにも感じ取れるんですねじゃあこの我々人間という非常に大切な一生命体が永続的にこの世界にいさせていただくためには我々だけのメカニズムではないこの摂理にどれぐらい素直に 身を委ねるることができるか、うん、技術がいろいろ新しくなろうとも、うん、新しいものを生み出したとしても、うん、それがこの自然の摂理に反していないのか、うん、そこに還元することができるのかみたいな発想はどの時代をとっても切っても持ち続けていく。うんうん、これが 我々経済界に身を置いているので新しいものを作って生み出してっていうことをより多くやるセクターの人間ですよねだからこそそれをやめるんじゃなくてその摂理とちゃんと共生しているのかどうかさせていただいているのかが正しいかもしれないですね。だからその感覚がすごく大事だなと思っている 本当今日は大変貴重で興味深い話を聞かせていただきました、はい、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。